今日は仕込んでおいた甘酒を使ったご飯にしよう。米麹 100% で作った甘酒は甘みがたっぷり。ブレンダーでとろっとするまで攪拌すると舌触りもいい。お米の甘みを最大限まで引き出してくれる甘酒のおかげで我が家の料理は砂糖いらず、そして毎回味見も忘れない。今日の甘酒もバッチリ。今日はこの甘酒を存分に味わえるすき焼き風の煮物を作ろう。まずは車麩を水で戻す。車麩は出汁をよく吸ってくれてもちっとした弾力があるから食べ応え抜群。照り焼きにしたり卵とじにしたりするとまるでお肉のよう。すき焼きに欠かせないネギは斜め切りに。ツンツンと辛みのあるネギだけど熱を通すと甘みが出る。クタクタに煮込まれたネギはとろりとした食感で老若男女問わず大好きなはず。えのきは石突きを取って半分に。厚揚げはキッチンペーパーで油抜き。鍋には豆腐がぴったりだけど煮物には厚揚げが合う。外側は煮汁の味がしっかり染みて中はつるっとした絹豆腐という揚げと豆腐のいいとこ取りなのだ。水で戻した車麩は水気を絞り食べやすいように半分にカット。さて今日の演者は揃いました。少ない煮汁でもしっかりと味が染みるからフライパンでの煮物は我が家の常套手段。水、醤油、みりん、そしてお待ちかねの甘酒。火にかけて煮立ってきたら具材を入れていく。ネギ、それからえのきを入れる。しばらく置いてグツグツと煮ているところに、ぷかぷか広く使っているところちょっとすみませんねというように端に寄っていただき、厚揚げと車麩を入れる。最後にお肉を入れて煮る。お肉にも火が通り具材にも味が染みていたら出来上がり。次の一品も甘酒を存分に楽しめる味噌田楽。薄く切ったこんにゃくを2分茹でてアク抜きをし、キッチンペーパーでしっかりと水気を取る。次にこんにゃくに串を刺していく。子供の頃は味がなくてぐにゃぐにゃしているこんにゃくを進んで食べる気になれなかった。ところが思春期に入り体型を気にし始める年頃になるとそのカロリーの低さに飛びついた。ただその時もこんにゃくを美味しくいただくという概念はなく、食べても太らないがこんにゃくの魅力だと思っていた。だけど大人になって酢味噌をつけたり味噌田楽にしたりとタレを味わいたい時の大切なお供となった。今日も出来たて甘酒で作る味噌だれの相棒になってもらおう。味噌と甘酒だけで作るとってもシンプルな漬けだれ。最後に塩麹を使ったスープに取り掛かる。薄切り玉ねぎに好きなきのこをどっさりと。きのこは何種類も入れた方がきのこのいい出汁が出ると教わったから今日はしめじと舞茸のコンビでいきましょう。味付けは粉末だしと塩麹のみ。こんなにシンプルなのに塩麹のおかげで甘みがぐっと出てさらにうまみも出してくれる。最後に溶き卵でおめかしをする。卵を入れるときはグツグツと沸騰しているところに鍋の縁に沿うように入れる。そして卵を入れたら触らない。こうするとスープに卵がプカプカ浮いてふわふわの卵が出来上がる。お好みで生姜をすりおろしたら出来上がり。最後の盛り付けに取り掛かる。そろそろお腹が空いてきた。
時間が経つごとに味が染みていくすき焼き風に。生卵を乗せたら割れてしまった。不格好だけどごまを振って出来上がり。お次は味噌田楽。大葉を敷いてその上にこんにゃくを並べる。きれいに並んだこんにゃくたちに味噌だれのお布団をかけてあげましょう。最後にいりごまを振って出来上がり。塩麹スープにも万能ネギを。甘酒をたっぷり使ったご飯出来上がり。ふわふわ卵に塩麹のスープ、相性抜群。お次は味噌田楽。甘酒で作った味噌だれが味噌のしょっぱさをなくしてくれる。そして最後に振ったいりごまが香ばしい。味噌だれをたっぷりつけてもこんにゃくだから罪悪感ゼロ。最後に卵が崩れてしまったすき焼き風に。うん、とろりとしたネギ、やっぱり美味しい。肉厚な車麩、煮汁がしっかり染みていて食べ応えがあって、やっぱりお肉みたい。今日も美味しかった。